はい、速稼塾の久保です。暗号通貨って、あの時買っておけばよかったなーっていうものが結構あるんですよね。ビットコインだって2万3万の頃に私はその存在を知ったんですけども、その頃に10万円分とかね、50万円分とか買う、そんな勇気はなかったんですよね。やっぱり値上がった実績を持って次も期待できるなと思って買いますってことはあるんですけども、今無数にある暗号通貨の中でそんなね、期待できる暗号通貨ってあるんでしょうかというところで、実はあるんですよ。それがですね、昨今、12倍銘柄と言われている暗号通貨なんですよ。まあ、それをちょっとね、見てみましょう。12倍銘柄、アトムって言いますよね。コスモスというものです。こちらの将来性とはどんなものなのか見ていこうかと思います。まあ、12倍をね、一気につけた通貨ってそれだけで注目されますよね。注目されるからこそ、今度それにもしね、上昇波動があったら乗ってみようかなと思う。要するに、値上がった実績を持ってこれからも値上がるだろうっていうふうな期待を寄せるっていう効果が生まれるんですよね。で、今回のそのコスモス、アトムっていうものなんですけども、2021年の今年ですよね。昨年の3月からずっと目立ってきたんですけども、1年間で12倍の価格へ成長した、急騰したアルドコイン、これがアトムなんですよ。アトムの存在は私も前から知ってたんですけども、いまいちパッとしない存在だったんですよね。で、投資するお金にも限界があるんで、優先順位は私は低かったと思ってます。アトムよりもね、ファクトムとかネムの方に先に投資しましたからね。で、コスモスプロジェクトっていうものがありまして、そちらの方において発行されるトークン、それがアトムだったんですけども、今回はコスモスって何なんだといった疑問とか、それからアトムってのは今後本当に値上がるのかってことをちょっと考えていくかと思うんですよね。まずは暗号資産、コスモスってのは何なのかってことなんですよ。例えばですね、通り一遍のことを言えば、アトムの現在の価格1226円だったり、1日の出来高がいくらですよとか、マーケットドミナンスが0.12%ですよとかね、あと市場ランキングは22位前後だということとかお話しできると思いますけども、発行上限はないわけなんですよ。で、コスモスってのは総じて言えば、クロスチェーン技術を軸としたプロジェクトで、このクロスチェーン技術ってまたよくわかんないですよね。これは別でまた解説していきます。クロスチェーン技術を軸としたプロジェクトで、仮想通貨の直接的な交換を行うような目的ということになっております。アトムっていうのはね、コスモス独自のトークンであって、私たちが仮想通貨取引所で取引をするのもアトムになります。 ATOM ですね。はい。で、このコスモス、アトムで重要な3つの特徴というのは、テンダーミント、また聞き慣れない言葉です。あとね、ダップス、これもよくわかんないですよね。で、3つ目がインフレ通貨から供給制度制へと、いうことになりますね。供給制限制ですね。制限化ですよね。で、コスモスのプロジェクトと投資先としてアトムトークンの魅力を理解するには、今お話した3つは最低限知っておかなければなりませんので、ちょっと1個ずつね、解説していきますね。テンダーミントっていうのは、コスモスの作る経済システムにおける重要な技術なんですけども、最初にお話した通り、コスモスっていうのはね、異なる仮想通貨同士を直接取引するのに向いてるんですよ。それを可能にしてるんですよ。これはちょっと新しい切り口ですよね。異なる仮想通貨同士とは、言い換えると異なるブロックチェーン同士ということになりますよね。で、テンダーミントっていうのが、こちらの方を可能にしてくれるということですね。はい、ですね、ダップスっていうのを次解説していきましょうか。ダップスっていうのは、コスモスを支えるテンダーミントの技術には、ダップス生成を簡略化するといった目的もあるんですよ。簡略化する目的ですね。ダップスとは分散型アプリケーションで、非中央集権であり、ユーザーが運営するアプリであります。仮想通貨をアプリゲームで稼いだり、ストレージのシェアなど様々なサービスが開発されているんですよね。もちろん送金や売買といった金融業界への応用も技術的に注目されている DAPS ですが、開発するのに難易度が高いのが問題となっていた。これをね、なんとか可能にしてくれたということなんですよね。ちょっとまとめていますよ。DAPS を作るという目的に対し、難しい言葉より簡単な言葉の方が好まれるのは当然ですから、DAPS 開発の軸がコスモスとなる未来に期待しましょう。本当にね、知らない言葉を組み合わせて、こういうふうに語ってもね、何のことか分かんないですよね。ですんでね、これを細かく見ていくと、このアトムにね、投資する価値があるのかないのかってことが分かってくるってことなんですよ。もうこの時点でなんだそれと思ってる人は、アトムに投資はしないでしょうね。ですんで、チャンスを逃すってことになります。ただ、アトムを知っても、ダップスを知っても、投資する意義はないよっていうふうな結論にもなりますんで、なんとも言えないところですよね。だからね、暗号通貨は個別銘柄を知れば知るほど
時間に限りがあるんで分かんなくなってくるということになります。はい、発行条件がないのがアトムのポイントなんですけども、まあ一定期間での流通量は変わらないので1アトムあたりの価値っていうのは需要の影響を受けやすくなったと、そういうふうな角度で言うこともできます。まあいろいろとお話ししましたけども、このアトムについてですね、将来性はどうなのかなってことはまだまだこれから私もね掘り下げていこうかと思います。今のところ言うのはね、まあこんなところなんですよね。こういうアトムっていう通貨があって、これが1年で12倍になりましたよと、12倍になったっていうことで注目を集めて、これから資金の流入も起きてくる、こういう流れが暗号通貨にはよくあるんですよね。まあですんで一気にこの人気になった通貨にもうチャンスがないと思うんではなくて、目立ったからこそこれからね新たなる参入者が出てくるよということで、1回10倍ぐらいになった通貨をちょっとだけねホールドしておくのも一つかなと思いますよね。まあ本当に無理なく5000とか1万円でも買っておけばいいんじゃないですかね。そういった積み重ねでだんだん資金を振り向ける通貨っていうのが見えてくると思うんですよ。ぜひ皆さんもねお気に入りの通貨見つけてみてください。では本日は以上です。